県独園。県独園は、石川県金沢市にある、日本庭園である。国の特別名称に指定されている。広さは、約11.7ヘクタール。17世紀中期、加賀藩により金沢城の外郭に造営された、藩庭を起源とする江戸時代を代表する、四川海有識庭園であり、岡山市の高楽園と水戸市の快楽園と並んで、日本三名園の一つに数えられている。 2009年3月16日発売のミシュラン観光ガイドには最高評価の3つ星に選ばれた。剣六園の名は松平定信が落葉名園記を引用して広大、湧水、人力、倉庫、水線、眺望の6つの景観を兼備えていることから命名した。春夏秋冬それぞれに趣向が深く季節ごとに様々な表情を見せるが、 特に雪に備えて行われる雪釣りは、冬の風物詩となっている。県内でも、随一の桜、梅、紅葉の名所でもあり、日本桜名所百選にも選ばれている。金沢市の中心部に位置し、周辺には、生立美閣、石川県立美術館、金沢二十一世紀美術館、石川県政記念市の記迎品館などの観光地があり、道路、百軒、堀通りを隔てて、 橋一本で、金沢城公園ともつながっている。入園は、高楽園、栗林公園と同じく有料となっているが、早朝や、年末年始、観光期、金沢百万国祭りの日、お盆、文化の日などの時期は、無料開放されている。1676年、遠方4年、加賀藩四大藩主の前田綱則が、 金沢城に面する傾斜地にあった藩の五作辞書を城内に移し、その後地に自らの別荘である連地御殿を建ててその周りを演化したのが剣独園の始まりである。庭は当時は連地チ帝と呼ばれ、歴代藩主や重臣らが寒風の縁などをする場として使われていたが、1759年、法暦9年4月10日に発生した法暦大化で消失した。 それから15年後の1774年、安永3年、十代藩主、前田治治によって、蓮池庭が再興され、同年に緑滝というが千七1776年、安永5年には、内橋邸を作り、庭園が整備された。また、蓮池邸上部にある平坦な場所で当時は基地になっていた地と世代に藩校である明林堂と、警部館を建てた。 十一代藩主の前田成長は、1819年、文政2年に37歳で隠居を表明した後、首都世代で自身の隠居所の建設を始め、藩校は現在の石川四校記念公園の場所に移した。3年後の1822年、文政5年には、建つぼ4000坪、部屋数200を超える隠居所、竹沢五店を完成し、この年に白川楽王、 松平貞信によって、剣六園と命名された。成長の死後、竹沢御殿は十二代藩主、前田成康によって取り壊されるが、成康は1837年、天保8年に霞が池を掘り広げたり、サザエ山を築いたり、姿形の良い木を植えるなどして、庭を拡張、整備し、1860年、万円元年には、蓮池庭との間にあった塀を取り壊して、 現在の形に近い庭園を築いた。長らく、殿様の私にはとして非公開だったが、1871年、明治4年から日時を限っての公開が開始。同年に、園内の山崎さんの下に、偉人館が建てられ、噴水前には理科学校が開設された。1872年、明治5年には、偉人館は、生立味覚と共に、 国内初の博物館である、金沢環業博物館となった。同館は1909年、明治42年に廃止されるが、その間1879年、明治12年に、図書館、1887年、明治20年に、金沢工業学校、後の石川県立工業高等学校が、付属されるなど、大規模なものに拡張された。1874年、 明治7年5月7日から正式に一般公開され、1876年、明治9年には、県独園観光案内組合が組織され、積極的な観光利用の歴史が始まった。24時間開放されていたが、石の持ち去りや、灯籠の破壊などが後を絶たず、保存徹底の声が上がるようになり、維持、保存費用を年出も兼ねて1976年、昭和51年から、 有料とし、時間を限って公開されるようになった。1985年、昭和60年に特別名称に指定された。剣六園の名前は1822年、文政五年、前田成長の依頼に応じて、白川藩をもだった、松平貞信、白からく沖長命名した。貞信は、宋の詩人、李閣妃の、落葉名演記の中で、中国落葉の名演、古演を、 広大湧水、人力、倉庫、水線、長望の6つを兼ね備える名園と歌った文をもとに命名した。その文は以下の通り。特に小立の大地の先端部に位置していることから園内に自然の高低差がある。これによって園道を登り詰めていく際の湧水な雰囲気と高台にある霞が池周辺の広大さ。 眼下の城下町の眺望を両立させている。定信が記号した変額は現在、石川県立伝統産業工芸館に展示されている。寄神道路読みは、ことじ灯籠。霞が池の北岸に位置する灯籠で、県六園を代表する景観となっている。足が二股になっており、近視を支えることじに似ていることから名付けられた。 無料で24時間開放された時の深夜、何者かによって灯籠が破壊される事態が発生し、当時のものは別のところに保管され、現在の灯籠は新造されたものである。噴水。十二代藩主、前田のアリアスが、金沢城二の丸に噴水をあげるために試作したとされ、日本に現存する最も古い噴水であると言われる。 噴水のある場所より高い位置にある園内の水源、霞が池から石管で水を置き、水位の高低差だけを利用して水を吹き上げさせている。そのため水が吹き上がる最高点は、ほぼ霞が池の水面の高さに相当する。ポンプなどの動力は一切用いておらず、位置エネルギーのみを利用したものである。 明治記念の印、1880年、明治13年に、西南戦争で戦死した石川県戦士400人を、慰霊するために建てられ、日本最初の屋外人物の銅像である。中央に、日本穂高像、身長5.5メートル、左に、石川県戦士中碑があり、両脇には、京都の東本願寺、西本願寺の門跡から移された田向け松が植えられている。 明治記念の印の土台となっている石は、もともと、金沢城玉泉丸庭園にあったものである。西南戦争での戦死者を、九州の熊祖を平定した山和健になぞらえ、建立された。なお、この日本穂高像には、鳩が寄り付かないという逸話がある。金沢大学名誉教授の広瀬幸男は、このことを、研究対象として、像の構成要素を調べることで、 鳥を寄せ付けない合金を開けし、2003年のイグノービル賞を受賞した。しぐれ亭5代藩主、前立名乗りの頃からあった建物で、明治時代に取り壊された。2000年、平成12年に、現在地に復元され、休憩どころとして来園者に開放されている。唐崎松、霞ヶ池に面して立っている、黒松の木。13代藩主成康が、 大見八景の一つである、琵琶湖藩の唐崎から種子を取り寄せて育てたものである。剣六園菊桜300枚以上もの花びらがつき、初代は1928年、昭和3年に天然記念物に指定されたが、1970年、昭和45年に故死し,し、現在は2代目が花を咲かせている。 その他など、聖辰美学園の東南側に位置し、1863年、文久3年に、前田成康が母親である魔竜院の隠居所として建てられた。金沢城から見て辰美、東南の方向にあること、京都の高塚酒が、辰美殿と呼ばれていたことか当時は、辰美御殿と呼ばれていた。1929年、昭和4年に飛べる庭が、国の名称に指定された。 建物は1938年、昭和13年に、当時の国宝保存法に基づき旧国宝、文化財保護法下の重要文化財に相当に指定され、1950年、昭和25年の文化財保護法施行に伴い、重要文化財となっている。石川県立美術館別館、石川県文化財保存修復工房、石川県立美術館別館、 石川県文化財修復工房は、もともと石川県庁では町庁社内にあった文化財修復工房を移転リニューアルしたもの。兵具、失芸品の各修復室と展示スペースなどからなり、展示スペースでは実際に文化財を修復している現場を見学することができる。もともとは、1922年、大正11年に陸軍第9師団長の感謝として建てられた、 木造2階建ての洋館。戦後は、家庭裁判所、自動会館、野鳥園などに使用され、2016年、平成28年から、現在の用途で使用されている。その他、車、北陸自動車道金沢森本 IC、または、金沢東 IC、もしくは金沢西 IC から、金沢市中心部方向へ車で15から25分。 公共交通機関 JR 西日本 IR 石川鉄道金沢駅東口より北陸鉄道または西日本 JR バスに乗車兼六園した金沢城もしくは広坂21世紀美術館下車徒歩5分レンタサイクル町乗りの15兼六園ポートと16兼六園カポートが近くに設置されている2018年 平成30年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。